アスカティトランへ文書に見えるテッパネカを表す文字。石と家からなるテッパネカは、ナワ族の一集団で、テスコココの西に住んでいた。14世紀後半から1428年に、アステカ帝国に滅ぼされるまで、メキシコ盆地にテッパネカ帝国を形成した。中心都市はアスカポツァルコだった。テッパネカとは、ナワトル語で、石の上の場所の住人を意味する。 テッパネカは、もともと西のトリューカ・盆ンチのマトラチンカや、オトミのようなオトマンゲコ族のオトパメ諸語を話す、集団に属していたという有力な仮説がある。伝説では、テッパネカは、北方のアストランからメキシコ・盆地へ移動した集団の一つとされ、おそらく1200年前後には、メキシコ・盆地に住むようになった。同様のグループには他にアコルワ、クルワ、チャルカなどがあった。 テッパネカはこの地に先に住んでいた住民と通婚し、テスコココの西岸に今日定めた。アコルワの住んだ東岸がほとんど人の住んでいない場所だったのに対し、テッパネカの住んだ西岸は以前から開けていた。アスカポツャルコはテオティワカン時代に作られた古い町であったが、テッパネカの中心都市になった。テッパネカは14世紀後半から約半世紀にわたって、 君臨したテソソモクの時代に大きく発展した。テッパネカはテオティワカンの水防から600年ぶりにメキシコ盆地に出現した最初の主要な帝国になった。その領土はメキシコ盆地を越えて南のクエルナバカ、西のトリューカ盆地、北西のトルテカの土地にまで遠征した。メシカの都市であるテノチキトランも最初はテソソモクに従属し、テッパネカのために戦った。 テソソモクのライバルは東のアコルワであり、その中心都市はテスココだった。テソソモクは、テスココのイシュトリル・ショチトルとの戦争に勝ち、1418年にイシュトリル・ショチトルは殺された。この時でのチティトランは、テソソモクの側に立って戦い、褒美としてテスココが超広国として与えられた。しかし、テパネガの繁栄は、 テソサモクの一代限りで終わった。1426年に、テソサモクが死ぬと、継承者をめぐって、争いが起き、小カンのマシュトラが即位したが、この継承争いをめぐったアスカポザルコは、テノチティトランと対立し、テノチティトランのトラと兄で、テソサモクの孫でもあったチマルポポカは暗殺された。1427年。 テノチティトランで新たに即位したイツコアトルは、イシュトリルショチトルのこのネサワルコをオトル、および、テッパネカ内部のマシトラのライバルであるトラコパンの、届きはストリと同盟を結んだ。翌1428年に、テノチティトランテスココトラコパンのアステカ三国同盟は114日間に、渡る、戦闘の後に、アスカポツァルコを攻め滅ぼした。また、アスカポルコに、 支配されていたメキシコ盆地内のその他の都市も同様にして征服した。アスカポツァルコを倒した後、イツコアトルは歴史書を書き換え、テパネカ帝国の記憶を消し去ろうとした。イツコアトルは古い歴史書を粉書し、メシカに不都合な歴史を削った。戦後もテパネカは消え去ったわけではなく、主に西部の広いメキシコ高原の湖石盆地からの高能物を管理するために、 テッパニカの小都市、トトラコパンがアステカ三国同盟に加えられた。トラコパンのトトキきストリは、テッパニカの主の称号を得た。しかし、テノチティトランやテスココに比べると、トラコパンの重要性は明らかに低かった。ありがとうございます。